式会社北原貴彦の北原貴彦です。オクシー株式会社の山下です。株式会社シェノンエンターテインメントの坂口です。それでは次のテーマが発想の生み出し方ですね。これはぜひお二人から聞きたいですね。もう発想欲しいです。いやいやいや、 いや発想ね、もうだから昔やっぱ勤めてた時は美容の団体とかに所属してて、なんか美容師さんとしか会わなかったんですよね。ですごい狭い中でそれが全てだと思って生きていたのがあったんですけど、やっぱ変わったんでいうとやっぱり外飛び出してからで、異業種の人としか会わんとこうっていう期間がすごくあって、そこからすごく広がって、まあそれこそやっぱ芸人さんとかアーティストの方ってすごい面白かったり、やっぱ普通の人生歩まれてないので全然違う角度の話を聞けて柔らかくなったんですよね。もう自分こっちやったとしたらこっちの話をしてくださったりとか、で次会う方がこっちだったりとかって面がすごく広がった感じがあったんですよね、思考の。それでそれをじゃあ自社にどう落とし込むかみたいなを考えると、やっぱあとは事業をやる上で、まあ、自分が途中で辞めれないじゃないですか。ってなった時にやっぱり自分がほんまにおもろいかなっていうのをすごい大事にしてると、それに共感する方がどんどん、今だから意味わからん人脈が入ってみる、ね、すごい交流ありますもん。今謎になんか某国の大使館とかつながる某国の貿易やってるんですよ今ちょっと質問させてもらっていいですか。はい、今の坂口さんじゃなくて初期の段階で異業種と会おうって言っても、せいぜいできるのって異業種交流会に参加するみたいな感じじゃないですか。はいはい、今ってその会ってくださいってね、多分坂口さんも選ばれる側だと思うんですけどどうやってその初期のそのいろんな人と会うっていう段階で会ってもらえないじゃないですか、はいはいはい、そもそも、はい、どういうふうにそこって開拓されてたんですか。あ、開拓ね、いや正直戦略はありました。あ、ぜひお願いします。その戦略ですけど、はい、言ってください。戦略はありましたね。もう、最初ってもう何者でもないじゃないですか、はいはい、からまずお客さんからやったりとかしたんですよ、はい、でなんか上の美容室自分の担当のお客様にこんなんしたいんだよねっていうのを語っていって、で、まあ、役職ある方とか立場ある方とかに振っていった時に、まあ数打ってると何人かが、あ、じゃあ紹介しようかってなるんですよ。なるほど。じゃあもう営業と一緒です。もう外回りと一緒で数打ったんですね。数打ちました。めちゃくちゃ打ちました。で会うんですけど、まあ、まあ言い方あれですけど当たり外れもちろんあります、はいはい、でその当たりに対してなぜ当たりなのかちゃんと分析していって、でどういう経路からの紹介だとこうなんか当たりがあるかっていう確率を上げていって、でだんだんその上の人を会えるようにちょっと行ったんですよね。でそこで一定の、まあ影響力ある方とかと会った時にうまくジョインしていくっていうで、見せ方はやっぱ大事にしてるのでってなった時に、次ここのコミュニティのまたすごい人があいつなんだっていうので声かけてくださるっていうのを積み上げた結果、今謎の人脈がすごいですね。めちゃくちゃやっぱ数も打席数立ちまくって、ほんで打率を上げる、もう円をつなぐ打率を上げるっていうのを徹底的にやっていって、あとはやっぱりそのランクが上がってきた時にもてなし方も変わるじゃないですか、っていうのもやっぱりしっかり勉強していって、まあ、また会いたいと思ってもらえる自分作りっていうのをやってきたこの数年っていう感じですかね。最初に言ったらもう僕人しかないと思ってるんで、でそこが確立できたらやっぱ今はもうお金はついてくると思ってるんで、物とお金がただ人やなって、自分の戦い方ですけど、徹底的に人にこだわった結果が、まあ今やっと結果出たなっていう。2年ぐらいしんどかったですけどね。山下さんどうですか、発想結構されてるじゃないですか、芋もだし、ね、いや僕どっちかっていうとゼロから1を作ってるわけじゃないんですよ、はいはいはい、自分自身の頭で考えれる初めてのビジネスっていうのはないと思ってて、なかなか僕ごときでそういうビジネスは作れないんで、例えば地方で流行ってるビジネスをもっとブラッシュアップして、ここで出したらもっと勝てるんじゃないかな、で100を作るのが得意なんで、だからそこで店舗展開してるんですけれども、例えばオレンジジュースもそうですし、伊勢神宮のおかげ横丁にあったビジネスなんですよ。あ、それをもともとあったんですか。あ、そうです。なるほど。はで、あれを他の場所でもできないかな、観光地じゃあ浅草行けるよな、で浅草で店舗見つけて、次
浅草だったらどういう、特徴があるんだろうと考えるとやっぱりこう飲み歩く人も多いんですよね、はい、こうのんべえ横丁じゃなくてなんかそういう場所があるんですけどもそこでこう飲み歩く方が多いんでそのオレンジジュースにカシスをオプションで入れてカシスオレンジで提供したらどうかなと か、うん、だから客単価をもうちょっと上げる仕組みを考えていくとかやっぱりその、ブランディングしていくやり方その伊勢神宮でしたら全然こう綺麗に出来上がってなかったので、はい、店舗を綺麗に見せるとかっていうのをやっぱり得意とするんでそういう店舗展開のやり方っていうところですね、うん、なるほどですね、まあ、他でやってはるのをどんどんブラッシュアップしていくような、そうですそうです、ね、山下さんのだからモデルも結構再現性ありますねなんかその思考の流れが一緒なんでめちゃくちゃ聞いてて面白いです、どっから流行ってるものとかこれをもっと店舗展開できないかなとか、うん、勝てるビジネスを見つけていってます、なるほどな、その流行ってるビジネスのちゃんとバックボーンをちゃんとしっかり見られてるっていう感じですか、ね、本質の部分その表面上だけ真似しても結局ダメなんで、北原さんどうですか、僕は発想というよりも今すでにレッドオーシャンばっかり住めるんですよ、はい、基本的に、はい、確かに、でレッドオーシャンって結構大好きでもう答え出てるんですよね、だからそうなんですよ、でその答え出てるのであとの数字の調整だけ で全部自社でできれば参入するしできなかったら参入しないしっていうもうなんかそのすでに答えが揃ってるところにしか僕はあえていかないようにはしてます、データ揃ってますもんね、助かるんですよね、はい、やっといていただいてるので、はいはいはい、なのでもうすでに市場に答えがあって市場に不満その答えでは解消できてない声が上がってるところをただ救っていうか拾い取りに行ってる、はい、それだけなんですよね、これもすごい勉強になりますよね、いやレッドオーシャン普通は避けろみたいなね話がありますけど、まあ、そこもやっぱり分析力ですね、お二人で共通してるところで言うと徹底的にちゃんとその各セクションごとのデータ洗い出して、まあ、勝てるとこはまあやめといた方がいいっていうその線引きが明確なのかなっていうのを聞いてて、発想っていう意味では僕もう本当に発想してないですね、はい、ないと思います、新しいものっていうかあるものをあるものでそうです、あるものである程度成熟していて、まあ、もう一つレッドオーシャンの魅力があってルールチェンジも起きないんですよ、レッドオーシャンって、確かにもう荒らされないんですよ、その後に競合が入ってきましたみたいな資本力でガツンっていうところが入ってこないので、はいはい、荒らされないのでめっちゃいいんですよね、なるほど、ずっとやっていけれるなみたいなまあ実際それで爆速ですもんね、はい、確かにライバル今いないですよ、ね、ライバル、そうなんですよ、ライバルはいっぱいいるんですけど、いっぱい、あ、だって美容室ライバルだよじゃないですか、でもそのなんていうんですかね、もうそこにでっかい資金ともう人材持って入ってくるのってないじゃないですか、その労力はかけないですね、ないじゃないですか、だからそういうところで小さくその積み上げて勝てるところをちゃんと見つけて、小さくって言っても、ね、美容室だったら25万件あるって言われてますけど、まあ、300、500出せばいいじゃないですか、十分じゃないですか、正直だから別に万出さなくていいんで、そんなにあんまりそのレッドオーシャンってそもそも何って最近思ってますね、はい、なるほど、北原さんって本部はどこにあるんでしたっけ、本部は一応本部陶器は全部長野の会社っすね、長野で大変じゃないかなってずっと思ってたいやもうそうですね、ただ行ったり来たりはやっぱしてますね、ただその長野に拠点を置いてるのは僕あの両親をちょっとその後悔しないように大事にしておこうかなと思っていて、両親との時間をちゃんとどんなに忙しくても取るようにはしてるんですよ、いいっすね、大事ですよねいやいやいや、そのあの会ってます、ご両親となんか20代の時僕あの多分10回会ってないんですよね、20代の時会ってなくって、でやっぱ親があの病気して全く一緒っす、あの親が救急車で運ばれてからもう週1では顔見とかんと絶対後悔すると思って、そっから連絡も今まではもう無限にしてたのを、はい、まあ、ちゃんと返すようになったりとか、やっぱ後悔したくないっていうのは強いですね、はい、後悔しないようにっていうことですね、いやいいっすね、親のいい話いや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 、山さんどうっすか、いやでもそれこそ親孝行っていう形はしようかなっていうので、はい、例えば家のリフォームのお金を出すとか、はい、そういう形、はい、お金ばっかりになれるんですけど、いやでも大事ですよね、ただ最近ちょっと僕親のことで学んだことをここでアウトプットしてもいいですか、何ですか何ですか、あの親孝行の究極系、はいはいはい、あの僕もそっちだったんですよ、お金とか不明するそっちじゃないんですよね、
怒られてあげることなんですよね。うお、深いですね。怒られてあげること、いつでも親と子であることをどれだけ維持できるのかって、強くならないってことなんですよ。親を抜かさないのが親孝行だって最近気づきましたね。これちょっと胸痛いとこありますね。いや、あの僕も言われたんですよ、親父に。俺の言うことを聞いて、聞けって。だから聞くことがもうなんかお金の流儀じゃないなんて最近思ってきて、ちょっとやばいですね。グッときました今。あ、いいですか、じゃあこれで今日締めて。